皆さんこんにちは。今回からアゲインスト・ザ・ストームというゲームをプレイしていきたいと思います。このゲームは永遠に降り続く雨に苦しむファンタジー世界で女王の命を受けて総督となり、様々な種族と共生しながら文明を復興させていくというものです。まだ早期アクセス版なんですけど、すでにシステムの部分はしっかりできていて、フルプレイも可能になってます。現在 Steam で圧倒的に好評、ほぼ2週間に1回のペースでアップデが来て、新要素がどんどん追加されているところです。すごい。いわゆるサバイバル系の街づくりゲームでとっつきやすいですが、意外と要素が多くてつまずきやすいかもなので、その辺をうまくお伝えできたらと思ってます。それではチュートリアルから始めていきましょう。ちなみにチュートリアルは2部に分かれてまして、最初は資源の採集、2つ目は孤高が中心になっていきます。オープニングムービーで、この世界の状況が語られてます。ここではブライトストームという周期的に起こる大嵐によって、文明が繰り返し破壊されてしまうそうです。でも、なぜかスモルダリングシティというところだけは常に安全で、陸の孤島として残るみたいです。あら不思議。で、プレイヤーはそこの女王の命令で、スモルダリングシティの存続のために、総督として周囲の地域を開拓していく任務を受けたというストーリーです。具体的な総督の仕事は、女王が次々に出してくる指令をこなすことと、一緒に働いてくれる住民たちを満足させることです。そうすることで、画面下の名声ポイントが上がっていき、メーターがいっぱいになればそのエリアへの入植に成功したことになり、クリアとなります。あと、名声ポイントのメーターが一目盛り増えるたびに、名声ボーナスとして新たな施設の設計図を獲得して、その施設の建設が可能になります。一方、女王の試練を受けてからそれをこなせないでいると、赤いメーターがずんずん伸びていきます。これは女王の怒りを表してまして、いっぱいになるとプレイヤーは総督を解任されてしまいます。ひょえ。それでゲームオーバーってわけではなく、開拓したエリアはまっさらになってしまいますが、レベルなどを引き継いだまま再開になります。ローグライクです。さて、名声ボーナスが初めから一つありますので、最初の設計図をいただきましょう。木こりのキャンプ、木の伐採に必要な施設です。基本ですね。木こりのキャンプは木材と土地の確保に欠かせません。ちなみに、ゲーム中木材は木工と訳されてますが、混乱しそうなので木材と呼んでいきます。ではいよいよチュートリアル開始ですが、まずは画面上のアイコンについてです。真ん中上の小さなアイコンは、主倉庫の中にある資源の概要です。ここで、木材は燃料に分類されてますが、建設の材料になりますし、食料の加工にも使われます。なので、ちゃんと中身を見て確認した方がいいですね。隣にある雲は季節を表してます。このゲームでは、雨季、乾季、嵐の季節の3つを過ごすと1年が経過します。大雑把に言うと、雨季と乾季は平和ですが、嵐の季節には次にお話しする森の神秘のデバフが入るので、それに向けて備えが必要です。なお、本編だとリアルの時間でそれぞれ4分4分2分ですが、チュートリアルでは雨季と乾季が少し長めに設定されてます。それで、その右横に森の敵意と神秘というのが表示されてます。チュートリアルだとちょっと省略されちゃってますので、本編のものをお見せします。森の敵意は、経過年数や住民の人数、木こりの数などが増えるほど、つまり森の開発を進めようとするほどレベルが上がっていきます。そして、そのレベルに応じて嵐の季節限定で、様々なデバフを受けます。デバフは住民の士気を下げたり、直接危害を加えたりすることもあります。ゲームの難易度が上がるほど、森の敵意が上がりやすく、神秘の数も増えます。一方、その手前の青い神秘の方は、雨季限定で受けられるバフです。こちらには敵意とかは関係なく、いいものばかりです。裏表があるってことですね。神秘の内容は各プレイでランダムなので、よく確認しておいた方がいいです。今回のチュートリアルでは、嵐の季節に士気マイナス4のデバフのみです。まあ、プレイに影響することはほとんどないでしょう。続いて、画面左の住民の情報についてです。住民は最大3つの種族で構成されていて、プレイヤーは各種族に対して作業を指示できます。各数値の意味は画面の通りです。何かを新たに建設する場合、定職についてない人が必要なので、フリーの人も大事です。住居がないと当然士気が下がりますので、ここは常にゼロにしましょう。士気が一定値以上になると、名声ポイントが自動的に増え始めます。一方でゼロになると、その種族の住民が逃げ始めてしまいます。
式については次回のチュートリアルで詳しく触れますので、今回は気にしなくていいです。一応各種族の特徴はこんな感じです。今回のところは、人間が農業、ビーバーが木工、リザードは狩猟畜産が得意とだけ覚えてれば OK です。それではゲーム画面に移ります。先ほども触れました赤い屋根の建物が主倉庫で、各職場で最終生産されたものは、一旦ここに集積されます。自動的に送られるのではなく、作業者が手に持って運搬してくるので、時間がかかりその間作業も滞ることに注意です。その下に見えているのが古代の焚き火です。焚き火には、各種の生産にバフを与えたり、森の敵意を下げたりなど様々な効果があります。あと、作業者は休憩時間になると、焚き火の周りにやってきて食事をとりますので、職場が遠いと効率が下がります。焚き火には、誰か一人を火盛り担当に任命して、ずっと燃料を供給させておく必要があります。火盛り担当の種族に応じて全体ボーナスがあります。火が消えると全員の士気がだだ下がりになりますので、食料と同じくらい燃料の確保が重要です。さてじゃあようやく街づくり開始といきましょう。建設は画面下のカテゴリー別のアイコンから行います。さっきの通り主倉庫と焚き火の周りは往来が激しいので、道を作っておきましょうか。今は小道しか作れませんが、建設コストはタダで、移動速度プラス 5% です。次に周りを見回してみますと、木々の間に白いもやのような箇所がパラパラ散らばってます。これらは空き地で、開通させると隠された資源やイベントを発見できます。なので、まずは空き地へ向かって木を切っていくのが有効です。ただし、空き地の中には怪しげなマークがついた、危険な空き地というのがあります。ここにはより大きな報酬と、その名の通り危険度が高いイベントがありますので、開通させるのは準備が十分できてからにしましょう。そしたら、最初にもらった木こりのキャンプを空き地の近くに建設します。作業者は、建物の周りの白い枠線の範囲の木を切りに行きます。二つ目もちょっと下のあたりに立てておきます。先取りしちゃってますが、この後二つ立てるように指令が来ます。なお、木こりのキャンプの材料は、歯車マークの部品というのが二つです。簡単。キャンプは今後現場を転々としていくので、場所はそんなに気にしないでいいです。時間を進めてみます。建設は手の空いている誰かが行うので、担当を決める必要はありません。小道は作業者が到着次第作り始めますが、建物は全ての材料が現場に運搬されるまで、建設は始まりません。おや、右上で何かビカビカ光ってます。これが女王の指令です。指令書には、上段に目標が書かれていて、これを全てクリアすると下段の報酬をもらえます。今回の目標は、木こりのキャンプを2つ建てることと、そこで木材を10生産することです。報酬に、ビーバー3人、木の伐採速度プラス 40%、それと、名声1ポイントをもらえるってわけですね。OKOK。ここで、ゲームの勝敗条件である、名声と女王の怒りが増える要因をまとめてみます。この中でも、女王の指令が占めるウェイトはかなり大きいです。クリアすれば名声が1ポイント確実に増え、同時に女王の怒りも減らせます。ちなみに、女王の指令はチュートリアルだと、クリアするたびに順々に来ますが、本編では前の指令が残っていても、一定時間ごとにやってきます。とか言っているうちに、木こりのキャンプも完成です。建物の上のアイコンは、作業者がいませんよという意味です。早速割り当てましょう。割り当ての操作方法には色々なのがあります。一番直感的なのは、建物をクリックしてから人影のアイコンをクリックです。木こりのキャンプでの作業者は、一つあたり3人までです。なんか顔の周りでぐるぐる回っているのは、ビーバーがこの作業を得意としているからです。得意な作業では、低確率で生産量が2倍になります。右クリックでその作業者を外せます。空き枠があっても構いませんし、別々の種族を組み合わせても OK です。他に、オルトキーを押すと、すべての建物の作業者枠が表示され、この画面で直接作業者を割り当てることもできます。建物が多くなってくると、目的の建物を探すのが結構面倒なので、この方法が楽かな。あと、シフトキーを押しながらクリックすると、すべて同じ種族で埋まります。続いて木を切る場所を指定します。斧にプラスがついたアイコンか、F キーを押して、切りたい範囲を塗りつぶします。指定しないと自動で近くの木を切りに行きます。オプションで、指定したところしか切らないようにもできます。指定の解除は、斧にマイナスがついたアイコンか G キーを押して、ゴシゴシ消します。
木の伐採時には、木の他にも樹液や植物繊維、何かの卵などが取れることもあります。さて、木の伐採も進んでますが、主倉庫の中の木は増えてません。なぜでしょう？はい、まだキャンプに置かれたままになってるからですね。デフォルトだと、作業者はキャンプ側の置き場がいっぱいになるまでは運搬を始めません。主倉庫にない資源は材料として使えませんので、もし急いで搬出させたい場合は、置き場の上限を下げるか、直ちに搬出ボタンを押しましょう。今回の指令は伐採さえ済めば OK なので、搬出の必要はないですけどね。では条件を満たしましたので、報告といきましょう。目標をクリアしている指令は搬送ボタンが明るくなってますので、押してやれば即報酬を獲得です。もう次の指令が来てますので確認してみましょう。空き地を2つ発見することと、ビーバーを5人木こりにすることだそうです。ふむふむ。作業には得意な種族を割り当てましょうってことですね。報酬には、人間3人と、肉がたっぷり、そしてもちろん名声ポイント1です。なお、空き地の発見は、指令を受ける以前のものはカウントされないので注意です。指令のクリアで画面下のメーターが変化していることに注目です。それじゃあ新加入のビーバーたちに木こりを任せます。これで目標の一つは達成ですね。それから、名声ボーナスをもらえてるので開封してみます。今回はシェルター、全種族誰でも住める3人用の住居です。現在住民は合計12人でみんなホームレスでしたので、早速4つ建てます。住民は自動で割り振られますが、別々の種族が同居することになっても問題ありません。一応各種族専用の住居も後で出てきまして、そちらは建設コストが若干高く、2人用の高級住宅で住む人の士気がちょっと上がります。お、いかにもいいことが起きたっぽい効果音が鳴って、空き地が1つ発見されました。もやもなくなってますね。ここには粘土の鉱脈があるようです。よしよし。まだ粘土を採集できる施設が開放されてないのですぐには使えませんが、こんな風にして資源を増やせます。さらに時間を進めますと、下側のキャンプでも空き地を発見です。ここには植物繊維があるようですね。いずれ取りに来ましょう。ではでは再び指令のクリアを報告です。搬送ってちょっと物々しいですけど、報告を送ってるみたいなイメージでしょうね。お次は、小さな採集人のキャンプというのを作って、野菜を5つ採集です。報酬も野菜ってどういうことって感じですけど。というわけで、名声ボーナスを開けてみますと、当然小さな採集人キャンプを獲得です。これが特定の資源を採集するための初めての施設になりますね。木材以外の資源は、キーボードで B を押すとマップ上にハイライト表示されます。これらを採集するためには、それぞれに対応したキャンプを付近に建てる必要があります。木こりの時と同様に、対象の資源で白枠の範囲内のもののみが採集されます。まとめてみるとこんな感じです。ご覧の通り細かく分かれてますので要注意です。キャンプは範囲内の資源を取り尽くしたら、新たな場所に移転して使い回すのが基本です。移転コストはどれもタダです。あと、キャンプには小さなというのがついてるのとないのとがありまして、小さなの方は小規模の資源しか扱えず、採集の効率も低いです。一方で、建設や移転のコストは変わりませんので、完全に介護官です。小さなのない設計図を入手したら自動でアップグレードされますので、立て直さなくて OK です。さてこの後は、粘土を採集するための石切り人のキャンプ、植物繊維を採集するための収穫者のキャンプ、と同じような内容が続きますので、割愛いたします。で、歓喜も半ばとなった頃、女王から新たなる住民が送られてきました。あ、どうも。新たなる住民は、お土産に資源を持ってきてくれます。ありがたや。選べるのはどちらか一方のみです。不要であればスルーもできます。このイベントは、本編では毎年1回雨季の始めに起こります。その後、ようやくキャンプのレッスンも終了しまして、次は板材と生地とレンガを4つずつ作成せよだそうです。ちょっとした孤高というわけですね。ここで登場するのは荒加工場という施設で、これまで採集してきた資源を原料として、板材、生地、レンガ、パイプと、いろんなものの資材になる中間製品を幅広く作れます。建設コストも木材ごとを安く、移転も自由なのでお手軽です。ただし、生産の効率は非常に悪く、原料を多く消費してしまいますので、他の加工施設が作れるようになったらそちらに切り替えていった方がいいです。その辺は多分次回のチュートリアル以降でお話しすると思います。荒加工場ができた後にジャンプしまして、建物を選択してみますと、それぞれ対応する資源から各資材が生産されるように書かれてます。
でも、板材以外の原料は矢印が回っている絵になってますね。こうなっている箇所は他にも原料の候補があるという意味で別のに切り替えられるようになってます。赤枠がついている原料は現在不足しているという意味なので、この銅のインゴットを切り替えてみましょうか。ふむ、結晶化した露というのも持ってないので、今はパイプは作れませんね。作れないものは無視され、チェックを外しておけば、原料があっても作りません。それと今は省略されてますが、作るものの優先順位をつけたり、上限を決めたりもできます。そして荒加工場の作業を待ってますと、ついに嵐の季節が到来です。森の神秘のデバフが発動して、みんなの士気が落ちていきます。職場での作業は続けられますが、農園を作っていた場合、寒気に収穫しきれなかった作物はすべて枯れてしまいます。何はともあれ一番の脅威は森の神秘のデバフなので、森の敵意を上げないように、木こりの数を減らしたり、空き地の発見を制限したりなども必要になってきます。女王が怒るほど森の敵意が下がるのは面白いですね。同情してくれてるんでしょうか。高難易度プレイでは利用することになりそうです。しばらくすると嵐もやみ雨季が来ます。2年目に突入ですね。おっと、右上でまた初めて見るアイコンが光ってます。これは要石という、女王が毎年雨季の初めに送ってくれるもので、様々なバフ効果を得られます。よくあるアーティファクト的なものです。原文だとコーナーストーンなので役割的にも墨石なんですけど、要石ってなんかかっこいいですね。でもどこかにはめ込むのではなく、持っているだけで OK です。どちらもいいですが、今回は荒加工場の生産プラス 50% にします。強い。なお、本編だとゲーム開始直後の雨季にも一つもらえます。それから、ゲーム中に受けたバフの効果は、画面左下にアイコンで示され、マウスオーバーで内容を確認できます。そんなこんなで荒加工場の指令も完了です。いよいよ最後の指令ということで、危険な空き地を発見して、イベントをこなすように言われます。その他なんのこっちゃなことも書かれてますが、まあとにかく危険な空き地への道を開通させましょう。名声ボーナスでは、先ほども触れました各種族専用の住居をもらえます。今回は3択ですね。どれを選んでも構いませんし、ぶっちゃけ建てる必要もないです。本編の名声ボーナスはこれまでと違い、ランダム7個から1つだけ選ぶことになりますので、それの予行ってことですかね。さてじゃあ危険な空き地に進軍です。開通すると、普通の空き地よりちょっと危なそうな音が鳴ります。びっくりマークがついているのがイベント地点です。クリックしてみますと古代の祠だそうです。ほうほう。危険な空き地では、脅威という良くないことが起きるイベントが必ず含まれてます。今回のは祖先の呪い、ランダムな住民3人が GG しちゃいます。ドイヒ。しかも残り時間は43秒、ぐぬぬ。これは放置しておくと一定時間ごとに繰り返されますので、問題を解決するために作業者を送らないといけません。一応道を繋いでおきましてと、メンバーを割り当てましょう。イベントの作業が得意な種族は特にいないです。次に、作業に必要なアイテムを設定するんですが、今回の指令の一つの、スパークデュオを生地に変更せよっていうのが設定ミスになってまして、正しくは巻物を生地に変更です。スパークデューはここには全然関係ないので忘れてください。実はリザードの住居を建てたら生地が足りなくなっちゃったので、できるまでちょっと待ちます。こいつはうっかり。では改めまして、アイテムが全て揃ってると、調査ボタンを押せるようになります。これで、作業者がアイテムを持って現場に到着すると、実際に調査開始です。が、残念ながらタイムリミットです。脅威の第一波が発動してしまいました。被害は免れません。無念。次の脅威まであと5分ちょっとです。調査団頑張って。準備さえ整えば、調査自体は30秒ほどで完了です。これでこの空き地の脅威は去りました。やれやれ。危険な空き地でのイベントをこなすと、イニシエの石板というのが手に入ります。これは、交易で結構高値で売れますが、今回のように女王の指令の目標になることも多いです。イニシエの石板が主倉庫に到着すると、この指令の目標も達成です。あとは報告すれば、最初のチュートリアルも完了です。お疲れ。1プレイ終了すると、ステージごとに決められた経験値が入りレベルアップしていきます。レベルが上がると様々な要素がアンロックされます。食料の詰め合わせは、チュートリアル後に解放される、スキルツリー用のスキルポイントみたいなものです。
アンロックされたコンテンツに並んでいる施設は、次回以降のプレイで名声ボーナスを使わなくても、最初から建設可能になります。といったところで次回チュートリアルその2へ続きます。次回は、資源の加工と、住民の士気の上げ方あたりが中心です。それでは、ご視聴ありがとうございました。